畜産が盛んな鹿児島と米どころ宮城県の JA が協力し、循環型の農畜産業の実現を目指した実証試験が始まりました。実証試験は JA 県経済連と JA 全農宮城が協力して始めたもので、ロシアのウクライナ侵攻などにより高騰している肥料や家畜の餌を海外からの輸入に頼らず国内で安定的に供給することが目的です。畜産県鹿児島からは牛や豚などの糞を原料に加工した堆肥を、米どころ宮城県からは肉用牛の餌になる稲わらを相互に流通させます。今月6日、堆肥20トンを鹿児島から宮城に向けて送るのを前に、関係者が出発式を行いました。ダイナミックに全国を通じてやっていきたいということで、経済の活性化にも一助となるのではないかなと思っております。これだけ離れていてもですね、しっかりできるのではないかという期待があります。ただ課題もいっぱいありますので、そのことを一つ一つ解決をしていきたいと、こういうふうに思います。片道およそ1500キロ。出発したトレーラーは堆肥を宮城に届けた後、稲わらを乗せて鹿児島に戻ってくる予定です。